ブルネリさんですか。フィオーレ・ブルネリ。フィオーレでいいわ。フィデルです。ミキです。彼女は我が国王陛下からランドック王国の王立樹荫研究所への協力要請に応えお越しいただいた樹荫術のエキスパートでいらっしゃる。ランドックの樹荫研究所、すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いや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 、すごいです。ヴィクトルさんの用事ってこのこと？なあ、ブルネリ殿をお迎えし都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。我が国は現在隣国トレクールと交戦状態にある。それは噂で聞いたことあります。戦況は芳しくなく、国境付近から援軍の要請が中央に届いている。苦戦してるんですか？未確認の情報ではあるが、敵は新開発の強力な兵器を準備してきているらしい。新兵器？どんな？高度な樹荫術以上の破壊力を持った遠隔攻撃が可能な兵器ということだが、正直よくわからん。正体不明の新兵器、うさんくさいな。苦戦しているのも事実なら、現地の樹荫術師に原理が解明できていないのも事実だ。だから私が呼ばれた。我が国は東の隣国ランドック王国とは良好かつ親密な関係を維持している。今回の新兵器の解明に大陸で最も進んだ樹荫研究機関を持つランドックに協力を要請したのだ。なるほど、状況は理解しました。成長は戦いの糧だ。これじゃ鍛錬にも合わないな。日々の鍛錬のおかげだな。被害は最小限だ。勉強勉強、前に進むのみだ。
国一番の都だというのに静かね。ランドックとは随分違う。王城に案内する。ブルネリ殿、宿も取らずに恐縮ですが、ご一緒いただけますか。では。先生、アイネを倍にしてもいいから何とかしろ。戻ったのか、ご苦労。ランドック王国よりブルネリ殿をお連れしました。それと父さん、
なんでこんなところにお前たちがいるんだ。スタールがエイタロンに襲われたんだ。一度は退けたけど、このままではきつい。国から援軍を派遣してほしくて陳情に来たんだ。そうか、事情は分かった。じゃあ。だが今は援軍は出せない。帰って戦いに備えろ。父さんに何の権限があって。父さんはやめろ。陳情に来たのなら立場は後人だろう。ブルネリ殿ですな。遠方からご足労いただき、心より感謝を申し上げる。現在我が国は西方の蛮族国家の侵攻を受けており、残念なことに戦況は芳しくありません。聞いているわ。レスリア全軍をもって反攻の予定が立っており、すぐにも出立となります。お越しいただいてすぐで恐縮ですが、ブルネリ殿には我々にご同道いただきたい。ええ、いいでしょう。ビクトル、悪いがお前には後方の安全確保を頼む。ひとまず部下に号令をかけ、出立の準備をしてくれ。了解。どうしよう。帰るしかない。スタールに戻るんだ。村へ帰るのか。ならばダカーフサンドを通れ。そちらの方が近道だ。
やってやるぞ。逃がすものか。あ、それ。だめ、そう、そう。鍛錬のおかげだな。
炎。よし、先を急ごう。イエタン。ビクトルさん、ダカーフサンドをって言ってたよね。こっちかな。多分そうだ。じゃあこっち行こう。この通りにやれば。そう判断。Oh!